G7 級大型水雷艇は、ドイツ海軍の大型水雷艇。1911型大型水雷艇の2番目の型である。1911年度予算で、V1 級大型水雷艇と共に6隻が要求された。建造は、ゲルマニアベルフトが当たり、1911年から1912年にかけて6隻が浸水した。 第一次世界大戦では6隻すべてが運用されたが、1915年9月8日、V1 級大型水雷艇、V1 との衝突により、G12 が沈没した。残る5隻は1916年に、ンチ 8.8cm 炭素砲から、砲身長45口径の 8.8cm 砲に、更新する階層が施された。年月日に、 G9 が植雷し、沈没、終戦時には4隻が残存した。この4隻は、ベルサイユ条約で、駆逐艦として、ドイツ海軍での保有が許された12隻に含まれる、ことになった。1921年から1923年に、かけて改装が行われ、ボイラーを新型に更新、主砲を10.5センチメートル炭装砲に更新、魚雷発射管を半減し、 燃料搭載量を増加させた。結果、排水量は基準660トン、満載775トンにまで増加し、航続距離も1800里りまで伸びたが、乗員は91人にまで増大した。1928年より1931年まで再度の改装が行われ、ボイラーは石油戦唱艦となり、基準772トン。 満載884トンと大型化した。ドイツ海軍では主に練習艇として用いられた。1936年練習艇に類別変更され、1939年4月23日に名称が G7 から T107、G8 から T108、G10 から T110、G11 から T111 にそれぞれ変更された。第二次世界大戦では、 1945年4月3日、T111 がキールで5月5日に T110 がトランフェミュンデで,で空爆により撃沈された。終戦時、T107 と T108 が残存しており、T108 はイギリスに引き渡され、1946年解体された。T107 はソ連へ引き渡され、水雷帝、プラジャウヒと改名された。 1950年12月22日に、無動力練習艇火山化となった後、1957年に、標的として用いられ除籍された。コンウェイ、s オール・ザ・ワールズ・ファイティング・シップスでは、名称変更が1937年とされている。A.B.C.D.E.F.G.H.I.J. コンウェイ。 S.O.L.The.Warls a Fighting Ships 1906-1921コンウェイマリタイムプレスピアニッシモ164-166 ISBN 0851772455ハット ABCDEFGHIJ 1871から1918ピアニッシモ52から5797ハット ABCDEF コンウェイ エスオールザールズファイティングシップス1922946コンウェイマリタイムプレスピアニッシモ223 ISBN 9長7808億7021万9139ありがとうございます